今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はバラ組さんではもうあと2回幼稚園に来ると冬休みということで大掃除の方を行いました。ロッカーの隅から隅までゴミがないように雑巾でお掃除をしたり、粘土とか中量が少なかったり多かったりした子をこうみんな均等にしたり、プラポンの数だったりを調べたりして、みんな楽しい雰囲気でお片付けができました。でまた午後は外の方が今日はとっても暖かかったのでお外遊びにお外に出たんですが、その時一緒にすみれさんの方もすみれ組さんもお外に出ていて遊んでいました。で昨日一昨日と、一昨日は違いますね、昨日とか、先週も各クラスで3クラスでバラバラになっていろんなクラスのお友達と遊ぶ活動があったんですが、それでこう他のクラスのお友達にもちょっと興味だったりこう関心が湧いたのか、お外で遊んでいる時もこう自分のクラスだけじゃなくて他のすみれさんのお友達とも一緒にお砂でお山を作ったり、滑り台の中で楽しく遊んだり追いかけっこをしたりする姿が見られて、なんかお友達がたくさん増えたようで私も嬉しくなりました。はい、これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。